モンさんありがとうございます。あ、ユミロンちゃんスキー10個ありがとう、ありがとう。泉さんありがとうございます。つつぶつポテちゃんは細すぎて折れないか心配した。絶対そんなことないんですけど、今ね頑張ってお菓子食べないようにしてるんですけど、なんかね今日ねニューデイズに入ったらちゃんぽん味のなんかポテトのこういう細いじゃがりこみたいなやつが売ってて、リンガーハットのちゃんぽん、私リンガーハットのちゃんぽん長崎ちゃんぽんが一番好きで買っちゃいました。6月18日分、あ、ありがとうございます。マッチンさんたくさんのいちこめちゃんありがとうございます。にーちゃんありがとう。これ2つくくりしたいんだよね。でもなんかちゃんぽんの味はしなかった。普通にねしょっぱいっていうか塩っぽい味だった。でもモバメで送りました、そのお写真。61枚目シングルの詳細発表までに終わります。21時になので配信終了します。今日はちょっと30分だけ時間がねあったのでやろうかなと思ってしちゃいました。珍しい、久しぶりですね30分配信は。よいしょ、どうかな、もう変かな、あ、マチさん好き10個ありがとうございます、ありがとう。ごめんね片一歩だけで。キーボバイ公開会長まさひろさんありがとうございます。コウさん好きありがとう。こっちもやってみます。うん、カイさんありがとうございます。そして皆さん昨日の波動ありがとうございました。そしてね AKB48 最近聞いたよね、もう見てくださってありがとうございます。うん、のぶたさんありがとうございます。昨日の波動を生で見てたよ。そうなんです、そうなんですじゃない、そう、ありがとうございます。あのね私昨日はシーズン2の一番目に戦ったあの世界ん波動ランキング1位の方、ちょっと現在は2位になられたって言ってらっしゃったんですけど、その方たちと対戦してなんかねすごいいいところまで行ったんですよ。なんかね10対11の1点差で負けちゃったんですけど そうアークエスさんです、アークエスさんお強かったんです、負けちゃったんですけど、なんと10対11の10点私たち取ることができて、その10点の間の6点が私が6点取っちゃいました。実は嬉しい。でもこうやって得点王に今回なったんですけど、次のフラッシュさんの作戦は私シールドなんでちょっとシールド頑張っちゃいます。うん、ねたろうさんずっと好きだよ、くまちゃんありがとうございます、ありがとう。ちょっと楽しくなっちゃって今日すごいね足筋肉痛になっちゃいました。なんで今日こんなに足痛いんだろうなって
不思議に思ってたら昨日頑張ったからだと思って、あ、ケンタさん好き20個ありがとう、あーありがとう。そう、あのね練習試合の時にファンの方にも、あのね、対戦してくださった方にも、あのホテちゃんはアタッカーの方がいいよって言われたんですけど、多分次はコッコとソララと一緒にするんだけど、シールド多分しないと思うので、私がちょっとシールドしちゃいます。結構ね、練習試合の時にシールドも上手と言っていただいたので、シールドの使い方は実はもう習得してるので任せロリですよケンタさん虹の梨ありがとうございます。あ、ゆうちゃんずっと好きだよ、くまちゃんありがとう、ありがとう。シールののほていって聞きました。あ、ヨウ様さん、アミちゃん、ハートのアミちゃん10個ありがとうございます、ありがとう。昨日は写真撮ってもらうときにこのハートを作ってました。最近ハマってるハートです。これ作り可愛くないですか。なんかね、あのアイドルの方がしてるのを見て、K-POP アイドルさんかな、めっちゃ可愛いって思って真似してます。うん、ゆうちゃん好き10個、ありがとう。これ使っちゃう、ありがとう、ゆうちゃんありがとう。これじゃなくてこれですあとこれもあるんだよすごい、このハート、いっぱいハートポーズ、これも可愛いよね。あ、白熊さんずっと好きだよ、くまちゃんありがとうございます、ありがとう。たくさんハートの種類があります。ほっぺにハートと、ハート、あとね、これ、このハートも、私このハート指が短いからあんまり綺麗に作れないんですよね。あとこのハート、これも指が、手がちっちゃいからあんま綺麗に作れないです。こうさん尊い10個ありがとうございます、ありがとう。2人で作るのはこうかな、あとこれも可愛いかな、あとなんかこれも2人で作れるって聞きました、見ました。ほっぺハート好き、私はこれもいいよね、大きいハート。あ、こうきさん好き10個ありがとう、ありがとう。これにしよう、こうきさんありがとうあ、そういえばね、あ、こっちさんありがとう。今日はなんか私が買ってないんですけど、ママがチェーンソーマンのウェハース2個買っちゃおうって言って買ってたので、私が勝手に開封しちゃいます、開封しちゃいます。それ最近箱買いしました、一緒。てかあきくんのデビルディアずっとなくしたままなんだけど、開かない、ハサミで切ります。何が出ますかね、私何が欲しいかな、うん、悪魔系はいらないそんなこと言ったら怒られちゃうね。あ、ウリハヤトさん虹の星ありがとうございます。あ、出たんですね。あ、そう、18日の公演の当選出たみたいですね、楽しみに
13日ねちょっとできなかったから18日こそです。昼とより久しぶりなのでドキドキです。じゃあまずこっちからいきます。せーの、じゃん。コウモリの悪魔、言ってる間にコウモリの悪魔が出ました。これかぶりじゃないですか多分。デンジ欲しいですね。レアの、ん？スーパーレアの。お、のぶたさんありがとうございます。これコンプできないかな。28種です全部で、22個買ったんですけど1個なくしたので21個です。せーの、じゃん。お、姫野も出たね。かぶりでーす。姫野大好き。ウェハースはママが食べます。箱買いした20個のウェハースはみずみんがたくさん食べてくれて本当に助かってます。みずみんありがとう。でもね、すごい美味しい美味しいって食べてくれるの。みずみんなんかすごいあげたくなるよね。でもそれは全部もうみずみんのものだから全部食べてって言っておきました。お、期待にさんありがとう。みずみん偉い。そう、みずみんのご飯にしちゃってます。私はちょっとね、私には甘さが強すぎて食べられないです。お、公演18日夜待ってます。夜が出張公演どっちだっけ、忘れちゃった。なんか珍しい、誰みたい、こんなプリティな感じにするの。あんま外行くのにこんな感じで外出ないんで、今日もねちょっとロングワンピースでショールームくらいです。ちゃんとこんな可愛いの着れるのは。もうそろそろもう高校卒業するので着れなくなっちゃうよ。でもお話し会とかでは着ようかな、こういうの。あ、18日昼公演嬉しい。夜が室長か。お、じゃあ室長公演だったらどれぐらい当たるんだろう。どういう、なんか当たった方いますか。ネタロウさん、にじらの仕事ありがとうございます。ホテちゃんなんずっと消える。そうですね、今日はね実はあのライダース買ってみたんです。下川ミラさんって読むかな、ちょっと違ってごめんなさい。ハートのアメちゃんありがとうございます。室長キャン待ちだった。あー、それだったらちょっと厳しいかもしれないですね。室長コイン当たってる。お、当たってる方もいました。そう、今日ねライダースジャケット買ってみました。だからかっこいい感じ、でもかっこいい感じじゃないのもでも着れるかも。明日じゃあモバメで自撮り送ります。ライダース着た。しかもそのライダースチュールがついてるんですよ下に。ちょっとねどう説明したらいいかわかんないけど、イートミーで買いました。チュールレース、なんかねふわふわしたやつがついてて、だからワンピースみたいになってるんです。でもそれ取り外しできるからちょっとね説明できないです。だからモバメで送りますね。
みっちゃんハートありがとうございます。じゅんたろうさんありがとう。かっこかわいい感じです。なんか春私結構モコモコの上着とかダウンジャケットしか持ってなかったのでちょっと薄めのやつ欲しくってちょっとお高かったんですけど買ってしまいました。でも今日は割とまだ暖かかったです。なんか一昨日かなめっちゃ寒くてびっくりした。風がすっごい冷たくって。お、ジップさんありがとうございます。キリちゃんありがとう。うん、マッチーさんパンダありがとうございます。おひくるまん円かは秘密です。でもイートミーってブランドです。もう寒くならないのかな。もう寒くはならない。なんかどっちか分かんなくて。キングダムさんありがとうございます。キングさんありがとう。タムタムさんありがとう。もう一回ちょっと寒くなる。あ、そうなの。難しいな。じゃあ毎日毎日天気予報調べてそれに合った服で出ないといけないんですね。でもね、朝と夜寒いけど昼めちゃめちゃ暑くないですか。めっちゃ暑くて、そういう時ってどうしたらいいか分かんないんだよね。難しい本当に。昼めちゃめちゃ暖かいです。なんならもう半袖で、ね、いいくらい暖かい。私は暑がりなのでさすがに半袖なんて着ないんですけど、半袖でいいくらいあったかいですね。あ、マーティンさんありがとう。ジップさんありがとう。うん、コウさんかわいい10個ありがとうございます。ありがとう。お、たくさんの1パンダありがとうございます。うん、お話し会申し込んだよって。あ、ココアちゃんありがとう。いっぱい待ってます。とりあえず初日に皆さんおすすめです。初日が5月6日の初日、ぜひぜひ。もう早く皆さんとお話ししたいのでということで。お、みっちゃんありがとう。あとお披露目が5月4日だったんですけど、その2日後もう1年ね経ったということで、皆さん待ってます。お祝いしに来てください。お祝いっていうかなんか話しましょう。もしかしたら出会って1年経った方もいるかもしれないですし、待ってます。チップさん、いっちゃさんありがとう。ジップさん、にじるなしありがとう。ポテちゃんなくした、やっと届くとメール来ました。あ、よーし、なるほどね。じゃあ私ももうちょっとでゲットできるんだ。なんかベニーさんなくした、楽しみ。お話が追加しました。ありがとう、嬉しい。でたくさん話せるんだ、楽しみ。でもあと1ヶ月以上あるから本当に長いな。でもこの新曲の情報解禁があるので皆さん一緒に見ましょう。ありがとう、虹色の星。お、としのりさんありがとうございます。1パンダ。ゴールデンウィークってまだ先。そうだね、ゴールデンウィークが私あんまいつか把握してない。ゴールデンウィークはできるだけ外に出たくないです。逆って思う方いるかもしれないんですけど、あのね、私人混み無理な苦手なんですよ。だからできるだけ
何もなければ外に、あ、部屋に閉じこもってたいですね。ゆみろんちゃんありがとう、タダちゃんありがとう、たまたまさん、うりはやとさんありがとうございます。ゴールデンウィークはたくさん公演たくさんしてほしい。あ、そうですね、昼夜とかしたいです。たくさん。ゴールデンウィークっていつなの、わかんない。今日、今年は何連休なんですかね。たまたまさんありがとう、たくさん。コンサート4月20日21だ。あれ違う、春コン、ぜひぜひそちらも待ってます。あ、そういえばデイ11の応募が始まったみたいです。波動の波動デイ11の応募がなんかね、多分始まった、終わった、わかんない始まったみたいなので、私のね最終戦フラッシュさんのリベンジマッチ、あのぜひ皆さん応援しに見に来てください。待ってます。次は3月の20日です。あさって、あ、当落が出たんだ。12、え、なんだそれ、12って。あ、じゃあもう終わっちゃったのか。13日までか、応募は。なんだ、当たった方いますか、応募してくれた方います。あ、3月30日だったダメダメだ3月は30日までありました、ちゃんと。間違えた、2月と間違えてた。あの先月が28日までだったから勘違いしてた。三十の波動は外れた。あ、当たりました。おー、ちょっとたくさん写真とか撮ってください。ちなみに、あれ、あのまだね練習会最後あるので、最後に対戦しましょう。ゴールデンウィーク3から5日で6土曜日、3、4、5、6、7、5日かな休み。30日の波動も行きますよ。やったー、また待ってるね。初めて波動を申し込んだの。カレンダーは毎日、一応ね毎日見てるんですけど、ちょっと忘れてました。あ、3月31日、おー、たくさん結構来てくれるみたいですね、嬉しい。たくさん応援よろしくお願いします。あのこの前のそのあのアークエイスさんと対戦させていただいた時に点数入れたら、あの観客の方たちがあのおーって歓声がすごい、めちゃめちゃ楽しかった。お、マッチンさん10個、虹の星10個ありがとうございます。ケンタさん虹の星10個ありがとうございます。今日は59にあのランキング読みさせていただきます。今度こそ勝ちます、勝ちます、任せてください。なんかね、自分でも結構上手くなったと思う。なんかあの17期生で波動の大会出たらいいとこまでいけるんじゃないかなって勝手になんか自信がついちゃってますけど、そんなこと多分ないです本当に皆さん、あの選手の方たち上手なので。YouTube の同時視聴配信はしないです、あの持ってないんです、別端末だから。私は自分の携帯で見ますので、皆さんもそっちに集中してみましょう。ワクワクですよ、情報解禁ドキドキですね神さん、こうさんありがとうございます。てちゃんめっちゃ、でみんな言ってくださるんですけど、なんかねそんなことはないんですよね。なんかたまたまあれ全部たまたまなんですよ。あ、大地さんありがとうございます、こんばんは。
ドッジボールもさ、ドッジボールね、私投げるのあんま上手くないんですよ。コウキさんありがとうございます。声が。コウキさんありがとうございます。ドッジボール、あ、でも、避けるのは好きかもしれないです。避けるの好きです、ドッジボール。あと、プニプニのボールでよくやってました、ドッジボール。あんまね、速いボール投げれないんです。あのね、腕の腕力がなくて、結構ソフトボール投げとかの記録とかあったじゃないですか、学校の。あれね、8メートルとか、7メートルとかしか飛ばなくって。あとサインボール投げも全然飛ばなかったんですよ、私。ファンミの時にやった。もっとね、一番お城の方に飛ばした勢いで投げたんですけど、無理でした。もし次そういう機会があったら一番奥の人まで投げたい練習したいな。サインボールめちゃめちゃ飛ばす練習。スーパーのぞみ2号さんありがとうございます。肩鍛えたら飛ぶ。そう、球技ね苦手です。でも一応私ソフトテニス部だったので、あの卓球得意ですどっちって感じだけど、でもするのはバスケットボールが好き。でも月指がちょっと嫌いです。月指が好きじゃないです、多分みんなだと思うけど。で一番サッカーが苦手。サッカーも本当に無理です。足使うのが下手くそなんです。ってことでライブランキング読ませていただきたいと思います。30分早い。明日できるかな、ショールーム配信。もしできそうであれば21時から22時でしたいと思うので、またツイッターで待っててください。はい、読みます。13位マーチンさんありがとうございます。今日デミこれしちゃいます。12位キリちゃんありがとうございます。11位白熊さんありがとうございます。10位ジップさんありがとうございます。あー変わっちゃった。10位から読みました。10位ヨサマさんありがとうございます。9位ヨシミツさんありがとうございます。8位ネタロウさんありがとうございます。7位マッシュさんありがとうございます。6位コウキさんありがとうございます。5位ユミロンちゃんありがとうございます。4位マッチーさんありがとうございます。3位ゆっちゃん、ゆっちゃんありがとうございます。2位はコウさん、コウさんありがとうございます。そして1位はケンタさん、ケンタさんありがとうございます。ありがとうありがとうございます。すいません、移動しましょう。 YouTube へ GO 配信ありがとうございました。モバメ送るので待っててください。ではまた、ありがとう。